疲れ。お疲れちゃん。全然買いに行ったら出るよ。夜食ってないやん今日も。今日も。長かったし。やめとこう。何？いや。お疲れ様です。泊まりって全然今事務所におる。泊まりで。何これ。キャラメルこれ。キャラメルじゃん。ミルキーのやつ。カープやし。ね、全然東京ないけど。確かに。俺が今干してるの。あ、甘いもんだ、甘い、しょっぱい。ラインライブ見てましたっぺ。ラインライブから来てくれてこれありがとうーす。ちょっとな、答えてくれ、優しいバト。いやいや、もういいよ。いや、イカの塩からどうですか。急にどういう話や。なんか音楽流してた。え、音楽ちょっと編集してないですか。ちょっと編集する。全然なんか音楽流してた。何もいい、めっちゃ言うやん普通に。めっちゃオフ感すごいんだけど。めっちゃオネジョーのやつだよ。こんばんは。髪染めたの初めて。染めた初めて来ました。今はこんな色になってます。帽子の癖がやばいけど。すごい色。アンチヒーローはそれですか。それ質問来るけど、俺気分やから。あ、そうだね。俺ここの二人結構わりかし気分屋でさ、多分色決めちゃうからさ。で結果落ちるやん多分また。うん、落ちる。でその時になんか入れたら、でもさ、うん、あ、確かに最初染めた時はね黄色っぽくなってきて、うん、ちょっとところだから黄色っぽい。早くマック買ってきて。あ、いや、え、本当に本当にやってる。え、本当にやってる。多分優しいからさ、買っ買えちゃ買っちゃうじゃん。いや、家でママがご飯作ってるからさ。いやいや、実家見えよ。何言ってんねん。全然見え。怖っ。そうなんですよ。ブリーチ何回したその髪になるの。いや、まあこれは1回しかやってない。チョコミント、せめてあのエメラルドグリーンって言ってくれ。マックを買ってくるだお。誰だブリッコの子は。買ってきてだお。書いてあるねん。マジで。うん、眠い。眠い。いや、だおも編集しなあかんねん YouTube。 優しい優しい。だおもね、毎日投稿してるから。編集してます。ワンフォースリー。うん、もうすぐだね、本当に。明日って、明日の12時。そう、12時。今日は星なんですけど、まあ、リハは基本星よ。月見パイ美味しいよ。今月見売ってるっけ。食べた。うわ、月見バーガー食べた。俺も食べた。今やってるの。俺結構前やけど。え、今もやってるやってる。ガオも最近月見パイ食べた。月見パイって何。そう、甘い。あのさ、リンゴパイあるよ。リンゴ、アップルパイ、アップルパイ。聞いた今。ダオがおっぱい言うたね今。リンゴパイって言った。あ、リンゴパイって言った。リンゴパイで。まあ時間的に、ね、リンゴパイ、リンゴパイみたいな。なイン合ってるからさ、インっていうか、シーンが。そうだね。インゴー、マイ。頭痛いんだけど、バトさん直して。どういう力あんの、俺は。配信じゃ直しよ。まあ、着々と10月4日が近づいてきて、もう1週間、2週間切った。早いな。早いよ。うん。すごいよ。何でいいな、イベント行きたい。
来なさい、ライブ来なさい。っていうか28のイベントも終わり。うん、あのチケットのあれが終わった。28のイベントはもう28のは終わったけど、10月4日のね、まんま待って、それ次とかじゃなくてそれ来てください。ことしんくんがおっぱいって言った瞬間、お母さんと目が合っちゃった。気まずいやつやな。ごめん、ちょっとダマダマ。気まずいやつや。黄金の月見バーガー食べてください。黄金ってあれ美味しいの？なんかさ、バンズが黄色いよな。え、黄色かったっけ？食べたけど忘れちゃったの。黄色い。あ、甘そうじゃない？だって、でも黄金ってさ、何が違うの？な、うん、ソルジャーの最終版今日初めて聞いたんですか？俺初めて聞いた。バターの香りがするよ。やって。バター、めっちゃフラッシュ。ごめん、めっちゃフラッシュ。そう、見て、これみんな知ってるでしょ、映るんですよ。これさ、去年のさ、フィリピンの行った時にさ、帰った時にさ、買ったのね。あ、そうなんや。で、言ってた。そう、ごめんなさい、バターの話しよう。言ってて。そう、だから、去年買ったのに、いまだに使い切ってなくて、うん、今日久々に見つけたから、残り9枚とかだから、そう、今日か明日まで使い切ろうと思って。でも、メンバーいっぱいね、これでかっこいいやつだろうと思って。いっぱい撮って SNS に載せてください。そう、載せますのでお楽しみに。はい、お返しします。バンズがバターの時で美味しい。なるほどな。インスタライブ、それさっきさっきインスタライブしてて、今 LINE で事務所におります。家じゃありません、今日は。明日は、明日何時間ぐらいリハするっけ？1時から明日はね、11時、9時、11時、11時ぐらい、10時だね、確か。あ、10時だっけ？1時10時かな。13時から、13時から22時だね、10時ってことは9時間。うん、長いね。9時間リハです。2人だけあ、ラインライブはメンバーいた。みんな帰りました。このメンバー帰った。ダオと付き合ってほしいってよ。頑張れ。なんで？ダオと付き合ってほしいってよ。え、誰がダオとバトが？俺らが。ダオが頑張ればつって言う。普通に渋波に何でもできるから、いくらでも継ぎます。帰ったもんね、帰った。今日はちょっと30分ぐらいで終わろうかな。昨日1時間ぐらいしてたんで。うん。あの、長い時間一回やりたいけど時間あるかなって思って。うん、まあ時間ある時があれば長い時間やりたいと思うから、今日はなかったらやらんけど。明日も毎日1週間と1日目です。今日は やっと帰国できて LINE LIVE 見れてるし、帰り。帰国ってどこ行ってたの？もう1週間1日ってもう早いな。あと6日間今日終わったら、まあ気分でやります。企画のために最初やってたけど、まあやってると楽しいから、また適当な日にやれればなと。2週間終わっても夏空、今夏空です。かかってるのは。いや、今日、昨日、岡山から帰ってきて、
っと動いてるわ俺そうだよね。寝たい。台風は大丈夫、俺は大丈夫やってる。今日風強くね。やばい。ほら後ろもこれほらめっちゃ動いてるんで。それ冷房。なんか冷房か冷房か。バリバリ冷房。突っ込んでる人、突っ込んでくれる人が多いからやな。いつも一人で喋ってるから。そうだよね。自分で突っ込まないといけないんだ。岡山どうでしたね。楽しかったよ。ショートシーンがやると決めたらとことんやるところが好き。いやー分かる。考えすぎちゃうときもあるよね。明日いつもと2時間出勤早いのに退勤時間は変わらないという波上がり&週明け行きた明け行き明けいきなりハードだから行きたくないんです。頑張れ。また家族でバストシーンのインスタライブ見てるよ。じゃあ気まずくなることを言います。あっぱ全国民の親にごめんなさい。本当にさっきだおさっきだおリンゴパイって言ってるリンゴパイ。しかもアップルパイなのにね、リンゴパイって言ってる時点でね、アウトやったもんね。聞こえたわ俺はそうやって聞こえちゃった。だから焦ってたんだから。バカ言われた、その親の親と見てる子に申し訳ない。おっぱい過ぎすぎて笑う。あのおっぱいよりおケツ派です。マジ破天荒すぎるやろ。めっちゃウケるんだけど。これこれ見てくれてる人しかわからないよね。そうなんかさ、よく巨乳好きってやる。俺さ巨乳あんま好きじゃないんだよ。ファッションが好きやからさ、服が似合う程よい感じがいいです。春季の 弟が近くにいるのでやめてください。おわ反応してんのか。いろいろ考えてんね。やばいこと考えちゃう年だね。今日のバスは一段と違いますね。いつも俺配信こんな感じやね。こんな感じ。面白いね。神何色あれ。アカウント、俺のアカウント見たら全然見れるから終わったらいいから見て。何いやコメントにマネージャーさんが笑ってたのが一個あって、ダオ君が一番おっぱいに嬉しい説って書いてある。確かに喜んでる説。隣で嬉しがってる。一番ダオが喜んでる説。それはだってみんなさ生まれた時は大好きだったから。いやそれまあな。でしょ。生まれた時みんな大好きだ。みんな大好きだから。確かにある意味。そうだよ。だからみんなねそんな。意味はないから、ね、確かに。そうそう。まあ神秘やからな体っていうのは。うんそうだね。そんななんか俺は下心がないのよ、うん、要はアーティストみたいな、アートみたいな感じ、うん、確かにバト昔からやってるよ、うん。10回クイズよ。いっぱいを10回言って、いっぱい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 をいっぱい言うわじゃ。いっぱいいっぱいいっぱい言ったよ。いいよ、王に変えてたやつだろ。おっぱを。お。知ってました。すごい。多分絶対引っかかるやつ。10回ゲームしよう。じゃあ俺がみんなに。10回ゲームやるわ。ダオも答えてじゃん。あ、オッケー。
みりんを10回やって。みりん？みんなみりんを10回やって。せーの、みりん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 。じゃあ、鼻の長い動物は。一瞬すぐ答えて。キリン。ああ え, あえ違うよ。鼻の長い動物やで。鼻の長い動物？アリク？エレファントやろ、大体。エレファント。ゾウやろ。見事に引っかかってるしな、ね。引っかかってるし、回答にも間違えてるし。間違えるし。アウトや。キリン言うてんねん、みんな。バーカ。仲間じゃん。なおと飲みそうしたよ。お、でもゾウもおるな。あ、そっか、ゾウか。じゃあ。まだ何か引っかけやばいね。スプーンって10回言って。今日みんな、うん、せーの。スプーン、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 スプーン。スパゲッティを食べるのは？フォーク。え？人間。ねえ。うざちょっと待って、えうざ鬼うざいやつだよ。スパゲッティを食べるのは確かに人間じゃん。そうやで、ね、もうやだ。じゃあ最後、いやまだあるか、最後いくよみんな、はい、白雪姫を10回やって。今日はみんな、せーの、白雪姫、あ、まさかこれ言えない言えないんだけど、白雪姫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 。あ、ガラスの靴を拾ったのは？シンデレラ。うん、王子様。ねえ。拾ったのは王子様だ。あ、そっか。うざ。うざうざ、待って、うざうざポイントやべえ。やばいやろ。やばい、溜まってく。はい、終わり。ただうざいで終わった。マジで？シンデレラ、ラプンツェルけど、ラプンツェルはちゃうやろ。ラプンツェルはちゃうやろ。あ、王子って言ってる人も何人かおるで。すごい、頭ええやん。よくわかるね、うん、頭いいんだよみんな。ちょっと待ってない、へい、シュキ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 、どうしてなんでこんなクイズしてんの。いや、友達とか暇な時にさ、ネットで調べたりする。王子様以外全部引っかかったわ。逆に王子様よう分かった。って考えがついたやろな、最後やったら。10回クイズ引っかかったの初めてや。じゃあラブホテルって絶対言って、最後これ、これ最後、まだあるかい、最後いくよ、うん、ラブホテル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 。あ、10回行った行った10回行った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 10回も行った10回うわうわうわ、行ってるね、お前、うわこれ絶対バトみんなに言うよ、ダウンラブホテル10回行ってるよ、10回行ったらしいよ、マジで本当にエッチーな問題でめっちゃおもろい、普通に行ったって感じで続いてるのにめっちゃ元気に行ったアホやな、本当に面白いもうそろそろね、多分全然まだまだか、え、何分ですか、何分、ああもうそろそろやな、そろだね、うん、何の編集もらってないありがとうございます今日はリハ終わりだからもうぐちゃぐちゃな配信やったけど、まあそれはそれでいいんじゃない、ナチュラルで、いや、光悪いしここ始める前光で揉めてたの、嘘嘘、そんなことないですよ大丈夫大丈夫、上から光るやると帽子がさ、あかんねんね。そうだね。あ、マイマネージャーが光をくれ。あ、めっちゃいいっすよ。終わり間際で。終わり間際、最後に、最後に。最後に。はい。スペシャルタイムで。iPhone11 買うの、あれ苦手な。でも変えたいなって思う。ダオがさっき変えたいって言ったらさ。うん、バトがさ、今のダオン使ってる携帯ちょうだいって言う、それ毎回言うよ、ダオが毎回変えちゃう人だから、毎回バトがちょうだい、その1個前でいいから欲しい、そう、ちょうだいって言う、 iPhone って高い買い物やと思うで、そうだよね、割と本当だよね、うん、いや、マネージャーさんが優しい、優しい
とうございます。今日もとても幸せ、ありがとう。じゃあ終わりますか。ラオもありがとう。いいえ、編集頑張って。急に、うん、編集します。携帯乗ってるから。この後、あのダオのダオランド YouTuber、 いや YouTube YouTuber ダオのあの投稿見てください。お願いします。ありがとう、じゃあみんなまいた。明日、明日も遅くなりそう、リハールで。そうだね。 OK、 じゃあバイバイ。この時間ぐらいかな。いや、この時間より遅いかも。じゃあな。